日村礼八幡宮は、滋賀県大海八幡宿内町にある神社。古くから、大海商人の信仰を集め、二大火祭の、詐欺町祭りと八幡祭りは、国の選択無形民族文化財である。境内地は、八幡伝統的建造物群保存地区の構成要素。旧社格は、県社で、現在は、神社本庁の別表神社。伝承によれば、聖武天皇元年。 聖武天皇が、高穴穂の宮に、即位の時、竹内宿根に命じてこの地に、大島大臣を祀ったのが早々とされている。応神天皇6年、応神天皇が、沖津島神社から観光の時、社の近辺に御座所を設けられ休憩した。その後、その仮屋後に、日輪の形を二つ見るという不思議な現象があり、祠を建て、比軍の社八万宮と名付けられたという。 自刀天皇5年、藤原夫人が参拝し、読んだ和歌にちなんで、日むれ者と改められたと言われる。省略2年、一条天皇の直眼により、八幡三条に社を混流し、宇佐八幡宮を勘定して、上の八幡宮を祀った。さらに、観光2年、養怪社を三六に混流し、下の社と名付ける。室町時代には、足利将軍家や六角氏より寄進を受けている。 天正13年に豊臣秀次が八幡田山城を築城するため上野八万宮を下の社に行使した。その大大地として日杉山に祭り直すこととなった。ところが天正18年、秀次が領替えにより自身の居城を尾張国木州城に移したため移転作業は行われなかった。時代の上司として京国工事が入るが、 文禄四年に全城主であった秀次が高野山で自害したことにより、秀次ゆかりの八幡山城は廃城とされ工事は大津城に移った。これによって、日杉山への社殿の移転は全面中止とされ、現在のように一社の姿となった。八幡山城は廃城となったが、城下町は大見商人の町として発展し、当社はその守護神として数形を集めた。 慶長5年9月18日、徳川家康が関ヶ原の戦い後に、武運長久の祈願を込めて参詣し、国領50国の地を寄付した。後に、徳川家光や徳川家綱も御印を下している。1876年に豪、豪舎、1916年には、剣者に列せられる。1966年に、神社本庁の別表神社に、加列され、 神社名をヒムレへやわたぐると解消する。当神社境内は国の重要伝統的建造物群保存地区である、大見八幡市やわた伝統的建造物群保存地区に含まれている。太鼓の打ち方は覚悟を異なり、宵宮太鼓、休み太鼓、修士太鼓、登り太鼓、お渡り太鼓など独特の伝承を持っている。ありがとうございます。